はい、でも寝ないとガチでやばいのにそわそわしてなかなか寝つけないミストです。はい、本日はですね、皆様に PN 牧場の素晴らしさをお届けする動画を撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ただいまですね、パワープロの日大感謝祭キャンペーンにてですね、こちら PN 以上確定ガチャが始まっております。これ何なのっていう話なんですけども、ノーマルガチャから出てくるキャラが全部 PN 以上確定になります。これを駆使して PN 牧場をやろうというね、今回のお話ですね。で、 PN 牧場とは何ぞやというお話なんですが、はい、こんな感じで PN プラス5のね、同じキャラをね、たくさん作っていく、まあ俗にね、牧場していくというところからね、 PN 牧場っていうね名がついてるんですけども、解放したい、狙いたいキャラの PN プラス5をたくさん作っていて、でこの作った PN プラス5を R に混ぜると最大で1から2解放することができます。それで R プラス5を作ってあげて、その作った R プラス5を PR に混ぜて、 PR プラス5を作ってあげて、その作った PR プラス5を餌に混ぜてあげて、それ SR プラス5にしてあげて、で最終的には PSR50 をね、まあ、狙っていくという作業のことを指すんですが、まあ、なかなか PSR50 を作るというのは難しいので、 SR プラス5を今回ね狙っていきたいと思います。これね、意外とはかどるんですよ、 SR プラス5までであればね、うん、その様子をねぜひ皆様にお見せしていきたいと思います。まあ、やることはねもう簡単でございます。まず皆様は、まず皆様はここのねガチャポイントすべてこのノーマルガチャにつぎ込んでください。まあ、ゲロックンゾがね本当に足りたいよという方はね、こっちの方回していただいていいんですけども、まあ、基本的にはこのノーマルガチャの方ね回していただきたいですね。でこれ回しますと、はい、こんな感じで PN 全員確定で出てきます。はい、今回で言うと、まあ、演武くんは一応当たりになるかな。うん、でこれの作業をひたすら繰り返して同じキャラの PN プラス5を作っていくといった感じですね。はい、で出来上がったものがもうできておりますので、今回はこちらの5キャラ、オリベ、コバルト、シオンちゃん、キリル、コラカ、この5体のね解放を狙っていきたいと思います。ではでは、じゃあまずは、まあ、上から行きましょうか。近い方から行こう。じゃあシオンちゃんからやっていきましょう。はい、 R にまずは PN プラス5、まあ、3体ずつまずいきましょうか。ドンで、このね PN プラス5の解放ってなかなか2段階通りづらいんですよね。なのでそこはね、カードの期待はあまりしないようによろしくお願いします。お、行きましたね。ナイスナイスナイス。で R プラス5できました。で、また3枚はつきますよ。これ5になってくれたらでかいんだけどな。あ、4でしたね。 OKOK。 でこれはちょっとワンチャンこの 3% に一旦かけてみて、まあさすがにダメだね。で PN プラス5をまた再び混ぜていきまして、はい、R プラス5できました。もうこれだけで R プラス5 2体できましたね。で、あとの残ってる R プラス5 2枚混ぜてあげて、おお、3枚いきました。ナイス。そしたら R にここ2枚入れてあげて、 R プラス5、うん、はい、これだけで R プラス5 3体の完成でございます。で、まあこれはもう直食いさせるしかないと思いますんで、まずはここに入れていきましょうか。ドン、わー、ナイス2段階したら、今度はこっちに行きましょうか。あれが3枚余ってるのか。じゃあこれで行ってみよう。はい、いや最悪、それは最悪最低値を引いてしまいましたね。ならばここを通してくれ。まあ1個行きましたね。ね、まあ PR プラス3になったんで、まあ PR2 枚入れてみまして、はい、で、このピエラプラス5 2体できましたので、ここに2枚、いやこんな感じでいきましょうか。ドン、さあここ超運が良ければ45が完成します。さあどうだ、3あるよ。なかった。したら PR を1枚入れてあげて、どうでしょうか。残念。ということで、まあここまでね解放できなかったら、はい、SR2 枚入れてあげましょう。これで45の完成ですね。
はい、ありがとうございます。しおんちゃん無事35から45になりました。おめでとうございます。この作業めちゃくちゃ楽しくないですか皆さん。これが PN 牧場です。ちょっとゲドウくんぞも節約していきますけど、言うてそんなにないからね。はい、まず1体目しおんちゃん終わりです。じゃあお次はそしたら PN が近いのはどっち、あ、コバルートか。コバルート行きましょう。コバルト R がちょっと少ないね。まあただこのある R だけで、ある R? なんでもないです。解放頑張っていきましょう。うい、まあ3はしょうがない。コバルトの PN プラス5は結構作れたな。はい、ただ解放が終わってます。いや待てよ、ここは 3% に1回かけよう。まあさすがに通らないと。ここ R、 いやダメだ、 R 使えないんだよ。その R が少ないからね、 R 使えないんですよね。はい、 R プラス5、やっと1体、5体混ぜて1体、かなり渋い確率を引いてしまってます。取り返せ。いやダメだなお前、もう最低値をひたすら引いてますね。はい、まあこれもしょうがないね。まあ基本1段階なんで、うん、2段階確率がね多分 10% から 20% だと思ってます、体感ね。はい、ということで PN プラス5を使い切ってしまったので、この R プラス5たちを PR に混ぜていきましょう。まずはこれで、まあ、最大プラス5ですね。うお、そこで本気出す、そこで本気出したね。そしたらまあ R2 枚いってみましょうか。はい、おお、ナイス解放。そしたら PR4 枚入れまして、 OK。 さあコバルト君も45になるとかなり強くなりますからね。これでいってみましょう。輝けコバルト、まあ、コバリュートなんですけどね。コバルトが言いやすすぎる件について。3までいったよ。3か、まあいいでしょう。そしたら PR3 枚直食い勝負、もうこっからも普段の解放と変わんないですね。1枚 D、 なあーダメか、残念コバルト君。ただ45は確定しました。シオンちゃんと同じでしたね。はい、ありがとうございます。コバルト君も45できちゃいました。もう本当にね、これがあるから86前に来た新高校はもうデビューガチャ引いても確定分だけでいいと思います。私確定分しか引いてないですけども、このタイミングでねしっかり45作れておりますので、もう何の心配もございませんね。あ、大成功、大成功してほしい時しないんだよね。いやもうぐだるぐだる、もう空気読んでくれよ。この強化大成功確率ってね、果たして何パーセントなんでしょうね。はい、ということでコバルト君まで45にすることができました。いやいいよ、ちょっとね本命のオリベが控えてるんですけどね、そこでちょっと解放本気出してほしいっていうのはあるんですけども。じゃあ次コラカ行きましょうか。コラカもちょっとね実は解放狙ってるキャラなんですよね。いやこれマジで楽しいよねやってて。おー、ナイスプラス4。待てよ、これだったら R の方がいいか。そうだな、ここ一旦 R 行こう。コラカは R に余裕がありますので、ここはしっかり PN のね2段階解放の望みをつなぎつつ行ってくれ。うん、ダメか、パッパとやってきますよ。あー、これはちょっときついね。まあここもじゃあ R 入れちゃおうか。はい、では最後の R、 せめて4までいってほしいね。 OK、 ナイス、ちょうど終わったね。綺麗に作れました。あざっ、そしたら R プラス5たちを PR に混ぜていきましょう。でコラカのこれちょっと中途半端、まあフラメンコの方でいっか。フラメンコの方にまずは入れていきましょうよ。うわー、ナイス解放だね、素晴らしいな。そしたらちょっと通常バージョンの方に R をぶっこもっかな。2解放してくれたら、いや3解放かしてくれたら最高って感じですね。いやまあありえないけどね。
1か。まあ、じゃあこれはもう自覚いで勝負だな。PR プラ5、PR、PR プラス1、PR。デコラカはちょっとしんどいんですけど、どこまでいけるかな。2段階、3、4、あ、もう全部いこう。奇跡の45。ご覧あれ。いけ !1、2、2。小高はちょっと残念ながらきついかな。ちょっときついので、したらこの PSR44 のやつに通常の SR が余ってるんで、そこをちょっと混ぜてみようか。これはちょっと取っていてもしょうがないからね。これが進めば成果があったということになりますけども、ダメでした。ありがとうございます。小高はあんまりすいませんでした。まあ、ここは想定内ですね。そしたらキリル行きましょうか。キリルは別バージョン控えてますんで、まあ通常バージョンで解放を進めておこうかなと思います。え、嘘、 R ない。え、そんなことある？こんだけいっぱい作ったのに、こんだけいっぱい作ったのに、マジか。じゃあいいや、ちょっと PN 牧場関係ないけどBR でBR で解放するしかないな。はい、まあやることはねほとんど一緒なんでね。もうキリルはちょっとごめんなさいちょっとなんでじゃあキリル、まあいっか、候補に出しちゃったんだろう。一応まあ絵面を良くするために解放やっていきましょうか。2、3、平均的な解放。でね、PR 取っときたいんですよね、正直。なので、まあ、3体混ぜましょうか。これで1解放狙い。お、ナイス。あわよくばいかない。じゃあ、このまま SR 入れちゃって終わりましょうか。はい、ちょっとキリルはちょっと例外でしたが、すいません、ここは、一応レベルも上げとくか。ちょっとね、サムネの都合上、やりたいことがあるので、ちょっとすいません。これね、ちょっと、見栄えを良くするための作業です。そして、解放が全然大成功しないと。さあ、今回の目玉、オリベ行きましょうか。頑張ってくれ、マジで。本気出してくれ、オリベ。PN プラ5が9体いますね。よっ。よっ。おー、すごい。すごいよ、オリベちゃん。このペースでいったら神なんだけど。はい。あ、いいね。そしたら、こう、R 入れてあげて。これ、はかどりそうよ、解放が。あれ、これもいるのか。じゃあ、この面混ぜちゃおう。よっ。あー、そこで最低値を引いてしまった。OK。ただ、R プラス5、3体できましたね。さあ、これを PR に混ぜていきましょう。はい、4か。4ですか。これちょっと博士像使うのありだな。とも考えつつ、一旦こっち行きましょうか。もうこれも8体全部いきます。気合の解放。はい。なんでなんでマジか、オリベ。そこでシクルが。PN は調子良かったんだけどな。そしたら、そうだな。ちょっと、取っておいた。これ使いますか。混合連合 PR 選択ガチャ券。まあ、オリベが一応今使われてるしね。オリベでいいでしょう。で、1枚混ぜて博士像をちょっと温存します。で、これ勝負ですね。3くらいいってくれたらマジ神かなと思ってます。このメガネかけてないバージョンのオリベちゃん可愛いよね。はい、1、2、あるよ。3ある。4もあるよ。よし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 。これで
SR を2枚混ぜてあげて45完成ですね。いや、混合キャラ全員45になった。でかすぎないこれ。いやー、牧場様々ですわ本当に。ちょっとコラカ以外は完璧な牧場だったな。あ、じゃあキリルもそうだ。キリルも牧場してないわ。牧場はしたけど R がいなかったのか。はい、という感じで見てください。これまあちょっと隣の2人はね置いておいて、こんな感じでね35から一気に45にすることができました。はい、ちょビフォアって書いてあるんですけど、これアフターにね後で変えておきたいと思います。という感じでね、今回はねこの PL 牧場の素晴らしさをお届けする動画でございました。ぜひ皆さんこの期間ね、あのスタジアムをプレイするとポイントもね今増量中ですので、たくさんプレイしてメダルも同時に稼いで PN ガチャ回しまくってね、この PN プラスコードたくさん作ってあげて、まあ、SR45 をねぜひ作ってほしいなというふうに思っております。チャンネル登録まだしない方はぜひよろしくお願いいたします。では失礼します。 See you。